か、両者 S1 号を通じると、これは同じ。まずは青いマシンから来る末永雅雄、それに対して白いマシン田中誠美が、さあどう食らいついてくるか。まずは少し離したが、いや田中誠美飛び出している。そして末永雅雄がまだいい状態だ、いい角度、いいところを通っていった。ちょっと置いてかれた、これはもうやられる。3つ緊張する、消えてスタート、今動き出した、いいスタート切りましたね。さあまずは田中誠美、しかししっかりとついていく、しっかりとついていく、近い、さあこの辺りは近いぞ、近い、逆に近いぞ、末永雅雄大丈夫か。さあまずは田中誠美、それに対して末永、ちょっと振り切れていない、田中誠美小さいところをいった。これはもう関係なく後ろでついていけば OK ということになるでしょう。先行の方がまずミスが出た。鉄路マーク2、そして青いマシン S1 号シルビア末永雅雄、今動き出した。さあ 100R に飛び込んでいく、まだ赤いマシン中田、その後ろから青いマシンシルビア末永がどういった後追いを見せるか。さあ出てくる、同じような形、近いところに入ってきたか、近いところにいるか。さあ末永雅雄、ああ外した、先行小さくなってしまった。これはアドバンテージとしては、あ、いい角度でフィニッシュしていく末永雅雄、思い切って飛び込んでいくしかないというところ。先行末永はもう自分の走りをきっちりと行えばベスト4が見えてきている。さあ今 100R に飛び込んでいく青いマシン、まずは末永、後ろから中田スーッと飛び出してくる、いや中田も頑張っている、中田も近いところに来る、さあどうだ、しかし先行合わせる、同時合わせる、それに対して中田近いところには来る、近いところには来る、ちょっと置き気味になっている末永に対して中田も踏ん張りました。同じマシンが今並んで、そしてスタートしていく。さあどちらが勝ち上がるか、今ちょっとスタート遅れていくか、大丈夫か、末永雅雄が遅れていくか、いやいやいや、ここからここから末永寄ってった、寄ってった、100ある、さあ近いところにいる、同じカラーのマシンが飛び出てくる、また横に、そして後ろから末永雅雄、この辺りまでは全く一緒、ちょっと中に入っていく、ちょっとぐらついた末永雅雄、そしてその分は寄ってはいく、寄ってはいく、ちょっと中川もしっかりとセット、全く同じ、この車が今動き出した。さあ今度は横追い構え、後ろから末永雅雄、どう来る、さあどう来る、100R飛び出しではどういう状況になる、どうだ、スーッと横井、横井選手いいですよ、悪くない、横井悪くない、それに対して末永来た、回っちゃう回っちゃう、当たっちゃったよ、ったやっぱり行き過ぎたか。いやここは末永雅雄が前、後ろから黄色いマシン村上充の S1 号が今動き出した。さあどうなる、1本目ベスト8進出をかけた3組目の対戦、まずは DMAX S15、 末永雅雄が来る、そして村上がスーッと寄っていきたいところ、角度は末永雅雄がいい、さあそして完全には寄ってはいないか、まだ近いところ来ている、近いところ来ている、さあ第三セクターに入ってきた、ここからの逃げ、さあここからちょっと離れるか、どうだ、ついていけるか、ずーっと飛び込む、ずーっと飛び込むか、入りきるにはいかないか、入りきるにはいかないか、近いところまで寄っている、近いところまで寄っているが、取り切れてはいないか、どうでしょうか、の勝負だ。こうなりますと走りとしては同じような形、どれだけ寄れるか、どれだけ捕まえられるか。さあまず重要なのはここ降りてくるところ、右に曲がって、さあどの位置にいるか、スーッと寄るはず、スーッと寄るはず、いやでもそんなには寄れていない、こっから入る、いや入っていく、まずここは取ってる、これはいい寄り見せた末永雅雄。さあそして立ち上がり、村上が逃げる、村上逃げる、ここは同じ感じだ、先ほどと同じ。さあそしてここから末永雅雄寄っていく、末永雅雄寄っていく、さあスーッと来る、スーッと来る、さあ最後にかけてちょっとまた寄ってきたところ、どうでしょう、 S1 号と RX7 の対戦はエンジン音が高鳴って今スタートしていく。さあまずは末永雅雄、それに対して松井幸をどう後を見せるか、スーッと降りてきたところ、さあ入れるか、寄れるか、大丈夫か、ちょっと間が空いている、ちょっと間が空いている、さあまずは末永雅雄、しかしグーッと空いた、出ちゃった、当てることになってしまった、松井幸男が当ててったということになる。
ファイター末永雅夫行きますか。やっとかないとこの後の対戦 で、 もうそうです、ね、後追いをやっとかないとというのもありますん で、 です、ね、さあまずは松井が逃げて展開されに対して末永雅夫、さあ前を見ながらだ。やはりこの辺りはもう前を見ながらずっともう前に対してただ合わせていこうというところ松井が行く。そしてそれに対して見ながら末永雅夫が合わせていくだけ。それでも寄っていった、それでも寄っていった、それでも数点は遠いポイントが取れていくというところでしょう。末永雅夫エンジン音が高鳴って今スタートしていく。まずは中村直樹が先行だ。そして後ろから末永雅夫追いマシンが、まずはここでどうついていけるかどうか。近いところに入っている、近いところにいる。まずは飛び込み、スーッと綺麗には寄っている。さあこの辺りの旋回からどうでしょうか。この辺り角度がいい状態で中村直樹が逃げにかかっている。ちょっと辛いところ、ちょっと辛いところ末永。しかしもう一回諦めずにグーッと入る、もう一回入る。ここは近い、ここは近い。さあ最後は寄っている、最後は寄っている。さあこのまま逃げるというと、いやしかし捕まえたい中村直樹、完全なる勝ちを持って決勝戦まで行きたい。さあ中村直樹まずは降りてくる。末永雅夫を捕まえてくるかどうか。そうだ、入ってる。いやまた入った、いや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 、くっついた、くっついた。さあ捉えた、捉えた。完全にいいところ、いいところで入っている。それも止めている、止めている、うまく止めた、うまくコントロール。また寄る、また寄る、また入る。さあここもうまくコントロール。これも綺麗な位置、綺麗な位置。ちょっと難しい、寄り切ってた。どういう対戦になるか。エンジンを肩からって今スタートしていく。さあ動き出した、坂を下ってくる。まずはこの右コーナーでの状態は末永雅夫いい位置捉えることができるか。いやいいところにいる、いいところにいる。背を耐えていく、さあ背を耐えていく。角度がない状態ではあるが、近いところには来ている、近いところには来ている。先行の田中聖美、先行の田中聖美、いい走りをしながらそこに寄ってきた、寄ってきた。うまく見た、うまく止めた。ずっとずっと近づいて、昨日雨の中田中聖美素晴らしい後追いを見せていた。さあドライではどうだ。まずは末永雅夫、そして後ろから白と青のマシンが近いところ、田中聖美がどうだ、入っていきたい、入っていきたい。さあ近いところ、ここから辺りから捕まえる、捕まえて、あーちょっとつらいところになった、つらいところになった。さあそしてずっともう一回入れ替え、いやこの辺りどうだ、まだ寄ってはいくが、寄ってはいくが、そして後ろから追いマシンの末永がどう見せるか。今スタートしていく。さあまずは下田が行く、そしてもう捕まえていくか。さあ末永が見ながら入るか、見ながら入るか。さあ見ている、見ている。さあここは見たところだ。さあまだ逃げていく下田、それに対して末永雅夫ここから追っていこうというところだが、取り切ってはいない。ああここはコースアウトした、下田沙耶香。いやーここは最後下田沙耶香見せることができるかどうか。いやそうはさせたくない、思いっきり行きたい末永雅夫。どう走るか、まずは先行末永が行く、後ろからピンクのマシン。さあどうだ下田沙耶香、なんとかなんとか入っていきたい、近づいていきたい。いい角度で行く、いい角度で行く。これは末永逃げていく、まだ入れない、まだ入れない。さあ心より末永がいい走りしている、末永がいい走りしている。いやこう後追い末永雅夫、今エンジンを肩からって、さあ V8 が吠えている、今スタートしていく。さあまずギャー、もう入っちゃったよ、何や、さあどうだ近いところ、おい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 、ものすごいところ行く、ものすごいところ入ってった。ずっとラインを見つけた末永雅夫、さあ寄ってはいる、寄ってはいる。もう一回行く、もう一回行く、近いところ行く、近いところ行く。さあここは末永、ほんとねギリギリやりきった、すごい、ギリギリ逃げるか。いやしかし野獣、この中村直樹がどんな後追いを見せるんだ。さあどうだ、こっから来る、近いところ、いいところに、やっぱり開いた、開いた、ぎゅーんと開いている。ついた、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 完全にサイドバイサイド。そしてもう一度ぎゅーんと開
り込んでサイド完全にビタビタ乗り切ってる。どうだ今ファンが高鳴ってきた。さあそして動き出していく。まずは斉藤大吾、その横に末永がいる。さあまずは斉藤大吾が大きく踏み出す。そして末永ついていきたいところだ、ついていきたいところだ。いやギリギリのところをうまくコントロール、いやギリギリのところをコントロール。違うライン違うスタイルで入る形なだけに、末永はさあもうちょっと苦労しながらの後追いだ。さあこれで決まる、ベスト8はあと1人、どちらになるか。まずは末永雅夫、そして後ろから斉藤大吾、近いところがいる。さあ大吾がいる、大吾がいる。さあどうだ、ゲッツ差し込む差し込む差し込む、違うとこから入ってくる。いやーこれはちょっと戻り気味、もう一回寄っていく斉藤大吾。さあどうだ、末永雅夫が後追いとして取っていくことができるか。今スタート、さあまずは松山スープラ、それに対してついている。さあ雅夫も抜いて、いやこのぐらいスピードで飛び込んでった松山奥と、これではちょっと入りきれない、入りきれない。末永雅夫逃げていく松山、逃げていく松山。いやこれは末永取れていけない。そして今 GR スープラエンジンを高鳴ってスタートしていく。さあ松山どんな後追い、逃げたい末永雅夫。いや松山がさあ入れるか、入っている、入っている。ちょっと接触したかどうか、ギリギリのところ。さあしかしまだ行く、まだ行く、末永雅夫大丈夫だ。そしてもう一度行きたい松山。そして後ろから末永雅夫今動き出した。まずは GR86 藤野、それに対して S15 追いマシンは末永雅夫近いところにいる。さあ裏地を2位角取り振っている。ここだ末永雅夫ついていけるか、そしてここからここからは速いと、この辺りが速い。藤野も行く、藤野悪くはない。しかし末永雅夫も近い、転倒。そして両者今スタートしていきます。末永雅夫先行、後追い藤野秀幸。わ近い、近いところグーンと来た。さあ藤野が近いところに入っている、入っている。さあここ合わせてきた、ここ合わせて近いではちょっと離れたけれども、それでも最後までしっかりとついていった藤野秀幸。わ後ろから末永雅夫、さあ両者今動き出した。どう飛び込んでくるか、まず赤いマシン北岡が来る。それに対して青いマシン、末永雅夫近いところにいる。どうでもいい振りだ、いい振りだ。末永雅夫いいところにいる。さあここから入れるか、もう一回入れるか。さあ近いところにいる、近いところにいる。出た出た、さあいい走りいい後追い、先行もいい。寄っていけるか、どれだけもぎ取れるかということになります。さあもうこうなると末永雅夫が思いっきりとその得点を伸ばしていきたいところ、近いところにいる。さあ北岡いい位置にはいる、いい位置にはいる。さあ寄ってはいる、寄ってる寄ってる寄ってる。さあ北岡ここは寄り切ったぞ、どうだどうだ。一切釣られなかったですね、これは北岡。こうなりますと現在ランキング2位川田雅人、何としてもまずはこの末永雅夫、ここを破りませんとこの次年チャンピオン争いどこまで食い下がれるかということになりますが、まずは先行いい走りだ。川端が行く、川端がいいところ、そしてしかし末永雅夫いいラインでいった、いいラインでいった、抜き差しで近いところ。さあここはうまいラインを取った末永雅夫、最後まで立ち上がり近いラインについていくしか方法はありません。今スタートしていく、さあまずは末永雅夫。さあそして川端が、川端が近いところにいる。いやーまだ近いところに入っていく、近い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 、あぶねー過ぎた、当たって戻った、あぶねー。そしてまだ行く、川端が、川端がぶち切れた。ここは勝ち上がりたいところでもありますが、久々復帰の手塚剛、このエヴァ2号機をここまで持ってきた。さあこれ以上もう一上に行くことができるかどうか、近いところ手塚が来る。さあ背中に対して近いところに手塚が入っている。危ねえ危ない危ない危ねえ、するところギリギリ、ああクラッシュ、うわこれは大きなクラッシュ、手塚強し、うわエヴァ号がバンクした、飛んでった、土手に激突。
先行、後追い末永正雄。まずはオレンジのマシン、この中村直樹が、その後ろから D-MAX から末永正雄がどういった走りを見せる、近いところにいるぞ。さあ、いい走り、先行がいい、先行いい、上り出して、ものすごいところ、ダメじゃないのか、これ。さあ、当たらなかった、当たらなかった、これは末永正雄が攻めた。さあ、見てく、ギリ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 。まずは入れ替える両ペア、末永正雄、後ろから中村直樹、今スタート。さあどうなる、並んでる、並んでる、そして入る、入ってくる、入ってくる、そして抜き出して、うわー、入ってった、入ってった、ここも近い、ここも近い、まだ並んでる、そして抜き出し、両者スタート。まずは藤野、そして後ろから末永正雄が近いところにいる。藤野がいい振り、そして藤野に対して末永がずっと逆に振り返っていく。早くから入る、同じように入る、入った、同じように同じ走りだ。またゴムが見せる末永正雄、この辺完全にゴム見せる後追いの走り方。そして最後ギリギリのところを立ち上がって今フィニッシュ。さあ藤野がどんな後追いを見せるか。非常にいいものがある、今スタートしてた。さあ来るぞ、末永正雄は来る、後ろから近いところ、さあ藤野が入る、藤野が入っていく、いや、いいところにいる、いい位置にいる、飛び込んでいく、小さいところ、さあどうだ、このまま、このままついていける、ついていける、飛び込んでいく、さあ藤野が4つ消えて今スタートしていく。さあ動き出した、まずは藤野、そして後ろから末永正雄が行く、まあ、入ってくる、入ってくる、さあそして逃げる藤野、いい位置だ、いい位置だ、今度は普通に来た、さあ末永正雄普通に入っていく、さあ並んで立ち上がっていく、赤テント3つ消えてスタート。さあ今度は末永正雄が前、そして後ろから藤野が近い、藤野が近いところにいる、さあグーッと入る、藤野が近いところに入っていった、藤野が近いところに入っていった、グーッと寄っていく、前方がいい、前方がいい、近い近い、しかし藤野が近い、これはタイムで来た、タイムで来た、いやー入っていく、入っていく、入っていく、これは藤野が勝者。まずはこの末永正雄がどんな走りをしてくるのか、そしてそれに対して手塚剛、昨日のリベンジ、なんとか測りたいところ。さあ、綺麗に同じように振ってくる、綺麗に同じように振ってきた、末永が行く、そして手塚も行く、悪くないところ、ちょっとまっすぐ戻ったか、さあ、ここは手塚、ちょっとまっすぐだったか、そして最後のダイブセクター、後ろにぶっ込んでいく、ここも戻り気味、落ちた点だけで救われた、ペナルティー減点が入っていなかったというところで今スタートしていく。さあぐーっと来る、まずは手塚剛のエバゴ、後ろから近いところにいる末永正雄、さあ、入っていいんじゃないところ、ぐーっと入った、いやーすごいところ、リッチー完璧、いいところに飛び込む、なんてあんないいところ、最後まで、最後まで寄ってった。北岡雄介、まずはこの末永正雄を破れればということになりますが、さあどうだ、青いマシン D-MAX、 末永正雄後ろ近いところに北岡がいる、北岡が入った、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 すごいところに入った、北岡がもう一回、もう一回、これは近いところ、さあ北岡ものすごいいい走り、最後のダイブル北岡入った、どうした、出た、ジャッカーの正雄、今シグナル3つ消えてスタート。さあ赤いマシン北岡、後ろから青いマシンの末永正雄が近いところにいる、さあ先に寄っていく、ブロックで入る、ずっと入っていく、いやーものすごいとこ行ったけど、ちょっと離れたか、